こんにちはりんなまんですよくね、これ系の質問が来るんですね。ちょっと頑張ってうまくいく方法ありませんかっていう質問をよくいただきます。まあ、特にね、SNS の DM なんかでよく来るんですけども、例えばそのサクッと稼げるような投資の話はありませんかとか、インスタグラムを伸ばしたいんだけど、なんかさっと伸びるような方法ありませんかとか。 サクッと稼げる副業ありませんかみたいな質問をよくいただくんですがこれ結論ねないですよ、えー、何事もあるわけがないですよね大切なことは例えば知識とかノウハウもそうですけど広さよりも僕は深さだと思うんですね例えば皆さんがそうだな空手教室に通ったとしましょう、えー、空手にね興味があって空手教室の初日ってもう知らないことを知れるチャンスだし あと教室側もね、えー、教室に通ってもらうために楽しいことを提案してくると思うんですだからもう初日っていうのはもう何降っても高いし鮮度も高いし超楽しくてやった空手だって思うかもしれませんねでも同じ稽古を毎日毎日延々と繰り返している まあ、匠のような人たちは何かっていうと決して楽しいわけじゃないし鮮度が高いわけじゃないけどもうそういう人たちっていうのはその稽古に対する広さではなく深さが全然違いますよね深みと理解度っていうのが全く違いますこれを日々、うん、何事もなかったもう歯磨きをしているかのように積み上げていくことで匠になっていくわけですまあこういう気持ちになってしまう、まあ、理由もあると思うんですねそれはインスタグラム見てても YouTube 見ていても本を見ていても ノウハウみたいなものが横行してるからじゃないかなと思うんです。成功するための7つの条件とか、これさえあれば Instagram で満ーいきますみたいな、ノウハウ的な要素のコンテンツが非常に多いことが、みんなをそういう気持ちにさせてしまうんじゃないかなと思います。スティーブン・ R ・コービーというね、成功哲学の本をたくさん書かれているコービーがこんな言葉を残しています。最も大切なことは、最も大切なことを、最も大切にすることであると。 初めて聞いた時に、はそんなの当たり前じゃんって思いましたけども、これね、めちゃくちゃ大事なことなんです。じゃああなたは、最も大切なことを理解していますかあなたの人生にとって、今のあなたにとって、最も大切なことは何ですか最も大切なことが最も大切なことなんであれば、最も大切なことが分からなければ、最も大切ばっかり言ってるけどさ、最も大切なことを理解しなきゃ、最も大切な人生にならないわけですよ。 とということはもあなたにとって最も大切なことが何なのかを理解してそれを大切にしていくことこそが最もあなたの人生にとって大切なことなわけじゃないですかその軸というか根幹みたいなあなたのそうです、ね、信念みたいな大切なものは何かっていうのを解明していくっていうこともすごく重要なことなんじゃないかなと思いますよくねリンナマンにとって成功は何が大事ですかという質問もよくされます さまざまな要素はあると思うけど俺にとって最も大切な成功にとって重要な要素は、ね、一貫性だと思っています、えー、大谷翔平選手にしろイチロー選手にしろ八村塁選手にしろもう偉人と言われる人たちは絶対積み上げてきてるんですよねその一貫性、えー、本当にね一喜一憂するわけでもなく損得で物事を判断するわけでもなく淡々と一貫性を持って積み上げてきたから今の彼らが存在してるんだと思います そののの積み上げ続けるっってていいいうのは本当に最大のノウハウハじゃないかなかと思っていますえグリッドという言葉もありますよねえグリッドという本も売れましたけどもグリッドっていうのはえ成功してる人の頭の印象を調べたら血液型じゃない親が金持ちじゃないそういった性格とか精神力の強さでもない単純にやり抜く力があっただけだとやる力ではなくやり抜く力があるこのやり抜くっていうのがめちゃくちゃ重要なことなんですよね サクッとまくくいく方法なんんか絶対に存在しませんもしサクッとうまくいく方法があるんであればそれはきっとサクッとなくなっていくものだと思います一発や芸人のようにパッと現れてパッと消えていくそれじゃ困るわけですよねポロ・ラルフ・ローレンのように定番化させていくっていうのが重要な要素だと僕は思っています積み上げ続ける本当の力っていうのを皆さんにも理解してほしいし一貫性こそね 究極の成功哲学なんじゃないかなと思いますぜひ意識してみてくださいということで今日も素敵な一日をお送りくださいリンダマンでしたまたねー